皆さん、こんにちは。こもりです。今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。今日はオノマトペの、その2番、ザラザラとスベスベについて勉強したいと思います。では始めましょう。Indicating or emphasizing the state of something。 何か の状態を、言う。強調して言うというときに、この、ザラザラとスベスベを使うんですけども、ザラザラとこう見た目と触った感じ、どちらにも使えます。見た目がザラザラだねとか、触った感じがザラザラだねとか、スベスベだね、どちらにも使えます。ザラザラ、ちょっとこう、なんか砂っぽいっていうような手に当たるようなザラザラ、coarse、ザラザラとスベスベ、スリッパリー、スベスベ、スベスベする、スベスベ、ザラザラっていう感じで使います。では1番からいきますね。触った感じとか見た感じ、どちらにも使うこの1番、ザラザラ、coarse。猫ですね。猫、キャット。猫の舌、タン。猫の舌は、これ、舌という感じです。猫、これがキャットですね。猫の舌は、ザラザラしている。猫の舌、触ったことありますか？ザラザラですよね。ブツブツってして、手にこう触ると、ブツブツブツって、ザラザラ。ザラザラって言いますけどね、私はね。ザラザラ。猫の舌は、ザラ、猫の、この猫の舌は、ザラザラしているとかね。この壁は、ウォールですけど、土壁とか壁、壁紙ではなくって、日本では土壁って言って、塗り壁っていうのがあるんですけども、それは、ザラザラ。手が、こう、触った時に、ザラザラしている。この壁はザラザラしている。ザラザラの壁とか、ザラザラの下とか、これは、これモディファイですね。ザラザラの壁、ザラザラの下。used to describe something that is rough and not smooth to the touch。 触ったり見たりしたときに、なんかこう、rough、荒い。荒い感じがして、スムースではない。スムースではない。これは、今日はザラザラとスベスベっていうのを勉強しますけども、スベスベっていうのがスムースですから、スベスベの反対の表現、opposite meaning。反対の表現がザラザラになります。猫の舌触ったことある人はわかりますよね。猫の舌はザラザラしている。猫の舌はザラザラしている。ザラザラだとか、ザラザラ、嫌だ、あれザラザラとか、ザラザラだ、ザラザラです、ザラザラしています。というふうに使います。かわいいですよね、この猫ちゃんね。では次2番。The feel and look of it。これ一緒ですね。今度は、すべすべ。slippery、 なんかもう、こう赤ちゃんのこの、肌、ほっぺに、肺がちょっと止まったりしたら、スルンとこう、滑り落ちてしまうぐらい、ツルツルというのも、まあ、同じような意味ですけども、スベスベは特に肌に使います。スベスベの肌だね。赤ちゃんのほっぺは、ほっぺは、スベスベしている。赤ちゃんのほっぺは、スベスベしている。赤ちゃんのほっぺはすべすべです。すべすべの肌。すべすべの肌。それから、このすべすべの肌。すべすべです。というふうに言います。used to describe something that is favorably smooth to the touch。触ったとき、すべすべしている。赤ちゃんの方を触ったらすべする。すると本当にすべすべしていると言います。これは先ほど1番のザラザラの反対、opposite meaning です。ザラザラ。
おばあちゃんになってでもうザラザラになっちゃったって、うん、言いたくないですけどね、うん、すべすべのまま痛いですね。赤ちゃんのほっぺは本当にすべすべです。何にもありません。つるっとしていますね。すべすべです。スリッパリー、すべすべしている。赤ちゃんのほっぺはすべすべしている。猫の舌はザラザラしている。ザラザラ、ラフ、ラフリー、ザラザラ、すべすべ、これ反対の、まるで反対のアブセットですから、反対の意味になりますから、これ2つで一緒に覚えてください。ザラザラとすべすべ、すべすべとザラザラ。2つ、一度に2つ覚えてくださいね。はい、今日は、まとめ。ザラザラとスベスベを勉強しました。赤ちゃんの肌はスベスベしている。猫の舌はザラザラしている。猫の舌はザラザラだ。赤ちゃんのほっぺはスベスベです。私の肌もスベスベです。そういうふうに、あなたの肌はスベスベでとても綺麗ね。私の肌は最近ザラザラしてきたのとかいうふうにも使います。肌の時によく使いますね、このスベスベはね。はい、では今日のオノマトペ2回目を終わります。あ、ごめんなさい、これ2回目ですね。では、今日もこもりの授業を聞いてくださってありがとうございました。 Thank you for watching、よかったなと思ってくださったらいいねマーク押してくださいね。それからもっとこの授業を聞きたいなと思ってくださった方は登録の方もお願いします。Please subscribe。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。